県川越市にある公立中学校。川越市市街地の西端に位置し、学校の西方には、田園風景が広がる。近隣には、川越合同庁舎、川越自動車学校、直美学園大学川越キャンパスがある。また、500メートル東には、川越市立富士見中学校がある。通学区内の小学校は、川越市立泉小学校と川越市立。 大塚小学校と川越市立、大東東小学校がある。原則として、ノーチャイム制度を採用している。ただし昼休みの終わり、部活終了、草下工事及び学級始めや特別日課の時はチャイムがある。中間は1日、期末は2日でテストする。なお、中間テストの後に、学級活動などの授業を行う。すぐ横に2009年12月にオープンした。 川越温泉がある。作詞、名村博士、作曲、小川博士教、編曲、市川照である。生徒会活動は、10月の生徒会本部の選挙により、会長1名、副会長2名、本部役員7名の合計10名で運営する。部活動の加入は、運動部、文化部のうち原則として一つの部に限るが、任意制である。吹奏楽部では、過去に、 全国優勝もある。美術部は2018年現在の川越市立中学校美術部の祭典において部長が美術鑑賞を取った記録がある。ありがとうございます。